長崎です。今回は田上市長にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ市長、今回のテーマはヨーロッパ訪問を振り返るということなんです。先月下旬から今月上旬にかけてオランダとオーストリアの2カ国を訪問されたそうですが、今回はどんな訪問だったんですか？そうですね、一つ目のオランダは、長崎とは非常にゆかりの深い国ですけども、特にその中でも友好関係にある大連市を中心に4つの市を訪問しました、はい。それからもう一つのオーストリアの方は首都のウィーンで核兵器に関する国連の会議が開かれているんですね。 NPT 再検討会議の準備委員会というんですけども、そこに出席をして被爆地としての発信をしてきました。はい、結構タイトなスケジュールだったということを聞いておりますが。そうですね、いろんな成果があったんですよね。そうですね、はい。まず一つ目の目的、そのオランダとの交流促進についてお聞かせいただきたいんですが、はい。オランダのライデン市といえばシーボルトゆかりの街ですよ ね、 すね。シーボルトが日本から帰った時に持って行った日本のものがたくさん保存されたり展示をされている街なんですね。でいろんなゆかりがのある人たちもたくさん住んでいる街で、縁がある、お世話になった人たちの、友人の街という感じですよね。はい、はい。で今回はそういう市民友好都市になっているライデンを訪問してきました。はい。そしてそのライデン市の市長にもお会いに。そうですね、ライデン市のベンフェリンクさんという市長さんとお会いしていろいろお話をされていただいて、一つは、今年の11月に、出島モテボン橋が完成をしますけども、その渡り初めに出席をしてくださいということをお話ししたんですけども、はい、ぜひ出席したいという心よく返事をしていただきました。そうでしたか。それからもう一つはレンフェリンク市長の方から、はい、今の市民友好都市という関係なんですけども、もう少しつながりが強い公的な色合いが強い姉妹都市という関係、より深い関係をぜひ結びたいというご提案があって、はい、その方向で進みましょうということで、合意をしてきました。そうなんですね、はい。そしてライデン市の博物館も見学されたんですよね。そうですね、ライデンには先ほどお話したように長崎のものや日本のものがたくさん保存されているんですけども、一番たくさんあるのがこの国立民族学博物館というところで、この中の普段は入れない収蔵庫の中に特別に入れていただきました。ペンライトでこう中を見てらっしゃるんですか？そうですね、これは出島に建っていた建物の模型なんですよね。こういったものですとか本当にたくさんの長崎のものが保存されていまして、長崎の様子を描いた絵もあったりですね、本当に貴重なものを見せていただきました。そうですか、はい。あれはもしかして出島の絵なんですか ね。 そうですね、出島を反対側から見た2枚の絵なんですけども、私の隣にいる帽子をかぶった方がマティ・フォラーさんというこの学芸員を長年勤められた方で、はい、出島の復元にとてもお世話になった方ですね。そうですか、はい。その右の方の赤いネクタイをされた方が館長さんですね。本当に出島の復元今順調に進んでいますけども、これが進むにあたっては、はい、このライデンの皆さんの力欠かせなかったんですね。この博物館の力も欠かせませんでした。そういう意味では本当にここに映っていらっしゃる皆さんは全員が恩人という感じですね。やっぱりこういった貴重な資料がライデン市にちゃんとしっかり保管されていたからこそ今出島の整備が進められているって言えるんですね。はい、出島はこれからますます表門橋がかかってたくさんの皆さんに訪れていただくっていう中では博物館との関係もこれからますます大事になってきますので、はい、これからも友好関係を深めていきたいと思います。そしてアムステルフェーン市にも行かれたという。そうですね、すぐ近くの町なんですけども、この町は日本の企業がたくさん進出している町で、日本人の皆さんがたくさん住んでいるんですね。でゆかりの元は何かっていうと、やはり長崎出島じゃないかということで、昨年ですね、市長さんがフェルト市長さんっていうんですけども、はい、右の手前の方ですか？そうです、そうです、一番右の若い市長さんですけども、若いですね、はい、長崎にもお越しいただいて出島でお会いしたんですけども、このフェルト市長さんも11月の渡り初めにはぜひ出席をしたいというふうに言っていただきました。そうですか。あ、固く握手されてますね。そうですね、今手に持っていただいている紙は実は
平和首長会議の参加申し込み書なんですけども、はい、平和首長会議っていうのは世界の7200以上の都市が参加している平和のための市長たちの集まりなんですけども、ぜひフェルト市長も参加してくださいっていうふうに申し上げたら、その場でサインをしてくれました。そうでしたか。フェルト市長そしてレンフェリンク市長ともにその11月の渡り鳥の時にはお見えになるということなんですね。今後ますますね、オランダとのこうつながりが幅広く確かなものになるといいですね。そうですね、はい、11月の渡り染めはまたその大きな契機にもなると思います。そうですよね、はい、そして今回の2つ目の訪問の目的に、オーストリアのウィーンで NPT 再検討会議の準備委員会に市長が出席されたということなんですが、ちょっとまずですね、その NPT についてご説明いただいていいですか。はい、NPT というのは核不拡散条約のことなんですけども、はい、国連のほとんどの国、191カ国が加盟をしている条約です。この条約には、3つの柱があって、1つは核兵器を持っている国をこれ以上増やさないという核不拡散ですね。それから2つ目が、今核兵器をすでに持っている国はそれを少しずつ減らしていく、誠実に減らしていくという核軍縮というのが2つ目の柱になります。はい、それから3つ目が、原子力の平和的利用に関してはどの国も平等にその権利を持っているという、この3つの柱で成り立っている条約なんですけども、5年に1回現状がどう進んでいるのか、ちゃんとみんな守っているのか、そういったことを検証する会議が開かれるんですね。はい、数字の一番末尾が0の年と5の年に5年に1回ずっとニューヨークで会議が開かれるんですけども、その5年に1回の会議の前に3回準備委員会と開くんです。で、1年前、2年前、3年前っていうふうに会議を開くんですけども、今回はウィーンで開かれた会議はその最初の会議、準備委員会になります。そこに参加をしてスピーチをさせていただくという機会を得ました。大変重要な会議ですよね。そうですね。市長はやはり被爆地の市長として出席されたんですか。そうですね、被爆地の市長として、それからもう一つは先ほどお話した平和首長会議、7200以上の都市が参加している平和首長会議の副会長として、核軍縮の専門家の皆さんや各国の政府代表の皆さんや国連の関係者などたくさんの皆さんが参加する会議ですので、そこで核兵器の廃絶に求めるスピーチをしてきました。やはり英語でスピーチされたんですよね。そうですね、結構練習していきました。そうですか。今回はスピーチが終わった後に、はい、拍手をいただいたので、内容は伝わっていると、思いは伝わっていると思います。どういったことを話されたんですか。はい、今ですね、ちょうどこの会議と並行するような形で、核兵器の禁止条約を作ろうという動きがあって、そのための交渉会議も実は開かれているんですね。6月15日からまた次の会議が始まるんですけども、そこに向けての非常に大事なタイミングの会議ということで、今回はNPT の再検討会議の準備委員会には核兵器を持っている国や核の傘の下にいる国も参加していますので、ほとんどの国が参加している会議になりますので、そこでぜひその禁止条約の方の会議に参加をしてほしい、この機会にもう一歩踏み出す勇気を持って核兵器を禁止する条約を作りましょうということを呼びかけさせてもらいました。はい、そうでしたか。そしてやはり各国の政府代表の方にも会われたんですよね。そうですね、今回非常に緊迫した状況の中でしたので、多くの国の方と会うことがなかなか難しかったんですけども、はい、特に核兵器禁止条約を作ろうという動きを主導している国の皆さんと、お会いすることができました。今映っている右側に映っていますリンハルトさんはオーストリアの外務事務次官なんですけども、このオーストリアも核兵器禁止条約を作るのに非常に力を尽くしてきてくれた国の一つで、こういう皆さんですとか、あるいはオーストリアの軍縮大使ですとか、そういった皆さんとお会いして、お話をしてきました。はい、できれば各国の皆さんに被爆地訪問についても呼びかけてほしいということもお話をしてきました。今映っているのはこの NPT 再検討会議の準備委員会の議長を務めておられる方なんですけども、はい、ファンデルクワストさんというオランダの大使なんですね。結構大柄な方ですね。はい、そうですね、長崎とオランダのゆかりのお話から始めて、いろんなお話をさせていただきました。はい、平和首長会議がですね、ずっと核兵器禁止条約を作る活動する
する中で署名を集めているんですね。その署名を大使に、議長ですけども、にお渡しをしたり、それから会議の状況などについても詳しく説明をしていただきました。やっぱり人と人とが直接会うのってのは大きいことですよね。大きいですね。そのことが一つ大事な役割なのとして、こういう会議に参加をするんですけども、こういう会議でいろいろお話を、被爆地のお話をすることで、その原子雲の下で何があったのかっていうことを忘れないで、ぜひ議論を進めてほしいというメッセージを伝えることができると思っています。はい、そういう意味でもいろんな皆さんとお会いして直接お話しするというのは非常に大切なことだと思います。そして会議以外の場所でも様々な活動があったんですよね。そうですね。今回もですね、長崎ユース代表団という若い学生さんや社会人の皆さんがチームを、作ってくれて9名の皆さんと一緒に、ウィーンで活動をしてきました。はい、IAEA という国際原子力機関の事務局長さん、日本人の天野さんという方が事務局長されてるんですけども、そこに一緒に行って、話した時もいろんな質問を彼らがしてくれたり、それから日本人学校にも行ったんですね。ウィーンに住んでいる日本人の皆さんの子どもたちが勉強している学校ですけども、はい、ここでいろいろ若い皆さんが、核兵器についての授業をしてくれたんですね。子どもたちにとってはお兄ちゃんお姉ちゃん世代ということで、本当に熱心に話を聞いてくれました。そうでしたか。とても充実した実りの多い時間だったんですね。そうですね。はい、本当にいい経験になったと思いますし、こういうことができるようになったっていうのは本当にすごいことだなと思います。そしてウィーンでは8月に行われる平和首長会議の意見交換会もあったんですよね。そうですね。平和首長会議は総会を4年に1回開くんですけども、広島と長崎で交互に開くんですね。はい、それで長崎で開催される総会というのは8年に1回なんですけども、それが今年の8月に当たるんですね。そういうことで主だった平和首長会議のメンバーが集まって、この総会でどういったことを話し合おうか、これから活動を活発化していくためにどういった工夫をすればいいだろうかといったようなことについて熱心に議論がありました。今回ウィーンでの活動を通して市長が一番感じたことといえば何になりますか？そうですね、2つあるんですけども、1つは被爆地の使命というのを改めて強く感じたということです。今回の会議はですね、特に、はい、北朝鮮で核実験が行われていたり、それからひょっとすると発射するのではないかっていう状況があるっていうことであったり、それからもう一つは核兵器禁止条約について議論がされているっていう状況の中での会議ということで、NPT の再検討会議そのものが非常に緊迫感がある中で行われた会議だったんですけども、そういった中で被爆地の役目としてやはり、原子雲の下で何があったのかっていうことをしっかりと伝え続けていく、そして市民社会の代表として核兵器のない世界を作りましょうということを、その国を動かしている皆さんに訴え続けていく、直接訴え続けていくということの大事さを改めて感じました。はい、それからもう一つは5年前にもウィーンで会議が同じ会議が開かれたんですけども、その時には長崎大学核兵器廃絶研究センターレクナがまだ4月にできたばっかりの時だったんですね。でまだ本格的な活動を始める前だったんですけども、5年経ってみるとユース代表団も5期生になって本当に活動が活発になって、いろんな大学生同士の議論をしたりですね、いろんな皆さんのところを訪問して意見を聞いて回ったりですとか、本当に活発に、あまり寝てないんじゃないかなっていうぐらい、若い方の力ってすごいですね。そうですね、すごく活発に活動している様子を見て、長崎の平和活動自身もこの5年間で若い世代に少しずつ広がっている、そういう意味では長崎の平和活動の進化を感じたというのが2つ目の感想です。そうですか。ね、短い期間ではあったと思いますが、長崎として前進のあった訪問だったのではないでしょうかね。そうですね。はい、今回はヨーロッパ訪問を振り返るというテーマで田上市長にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。